では、遺伝子組み換えを行うときの組み込まれる DNA の向き。これにちょっと注目してみます。まずはじめに制限酵素の復習です。制限酵素ってものすごくたくさん種類があるけど、例えば、ある制限酵素はこの赤枠の配列を認識します。そして、このオレンジの線に沿って DNA を切断します。だから、例えばこの制限酵素で DNA を切断したときって、 切り口がこう出っ張るんだよね。切り口に突出してる部分があるんだよね。ここで切るんだから、こっちは下が出っ張るし、こっちは上が出っ張るんだよね。だから、同じ制限コースで切った DNA だったら、これ繋ぐことができるよね。もちろん DNA リガーゼが必要だけど、これ、 これがさっき、えっと、切った元々の DNA ね。で、こっちは別な DNA。同じ制限コースで処理した別な DNA。同じ制限コースで切った別な DNA。この別な DNA と、これはつなぐことができるよね。DNA リガーズで。だって、A, G, C, T, T, C, G, A。これ、双方的になってるよね。だからこれ、つなぐことができるんだ。こんな風にね。 この出っ張った部分同士が t, a, c, g, g, c, a, t っていう風に相互的になってるからつなげることができるんだね。このような制限酵素の性質を利用して遺伝子組み換えを行うことができます。例えば左上に青い輪っかの DNA プラスミドが描いてあるけど、このプラスミドを制限酵素で切って、 同じ制限酵素で、例えば別な DNA、右上に書いてある長い DNA から一部を切り出してきて、そして二つを DNA リガーゼでつなぐ。こんな実験が可能になるんだね。そしてこの時、プラスミドを切る制限酵素と、右上の赤い長い DNA を切る制限酵素は、同じ制限酵素を使うっていうふうに、まあ参考書とかによく書いてあるわけだ。それはなんでかっていうと、 同じ制限酵素で切っていれば、ね、DNA の出っ張った部分同士がぴったり相互的にくっついてくれるからだよね。今回は初めに紹介した制限酵素とは別の制限酵素でそれぞれの DNA を切ってあります。上のこの赤いやつは、これは今からプラスミドに組み込みたい DNA 断片ね。下の青いやつはプラスミドの切り口ね。 はじめ丸いプラスミドがあって、その中の一箇所を切る。そうすると切り口ができる。ここの切り口が、ここで、ここの切り口が、ここね。同じ制限酵素で、この赤いやつも青いやつも切れば、この突出している塩基配列ね、これみんな、 これ、これはこれとくっつくし、これはこれとくっつくようになってるよね。このように相互的にくっつく、つながるようになってるね。だけど、問題もあって、このスライド見てほしいけど、今から組み込もうとしてる DNA 断片が、こう、ひっくり返ってつながっちゃうことも実はあるんだ。ここが、ひっくり返ってここに来る。で ここがひっくり返ってここに来る。この赤い DNA が逆に入っちゃっても、確かにここは相補的になってるよね。ATAT AT っていう風にね。まあ別に逆に入っちゃってもよくねって思うかもしれないけど、でも例えばこの赤い DNA が遺伝子だったら、遺伝子って方向性があるじゃないですか。 シ子ドンがある方と終止子丼がある方っていう遺伝子には方向性がある。だからそれが逆になったら意味のわかんない配列になっちゃうのね。だって小説だって最初の文字から読んでいけばストーリーはわかるけど、一番最後の文字から逆向きに小説を読んでも意味のわかんない文字列だよね、それはね。僕はとても元気ですっていう文章をすで金んげもてと ワークーボーって言っても意味わかんなくなっちゃうでしょで、どうすればいいかというと、1種類の制限酵素だけじゃなくて、2種類の制限酵素を使うと、さっきみたいな逆向きに DNA が入っちゃう、なんていう事態が防げるんだ。ほら、今回は左と右で切り口が変わってるよね。それはなんでかっていうと、それぞれの場所で、左と右で使用した制限酵素の種類が違うからだ。 赤い DNA は赤い DNA で2種類の制限コースで切って、プラスミドはプラスミドで2種類の制限コースで切る。こんな風に、プラスミドも2種類の制限コースで切る。さっきは1種類しか使っていなかったよね。そうするともう DNA はこの向きでしか組み込まれないよね。逆向きだと、この配列とこの配列、この出っ張ったところの配列が 全然相互的になってないから DNA リガーゼを使っても組み込まれない、つながらないわけだ。こんな風に我々が狙った向きでしか DNA が組み込まれないようになってるんだね。最後に余談だけど別々な制限酵素で切っても切り口がぴったり合う場合もあります。例えば左上の黄色い四角の枠の中が制限酵素1の認識配列。 で、右上の赤い四角の中が制限構想2の認識配列。で、それぞれの制限構想が切ったものは、これつながるよね。だって、a, g, c, t でしょ ?a, g, c, t。で、こっちが t, c, ga.t, c, ga. 双方的になってるよね。これ、制限構想1と制限構想2の 認識配列は似てるけど違ってることに注意ね。1はここが G でしょ。で、2はここが C だよね。制限酵素1と制限酵素2の認識配列は違ってるけど、だけどこの出っ張った部分、出っ張った部分同士は相互的に結合することができるんだね。で、これは余談の余談だけど、 この出来上がった配列。この緑の枠の配列。この配列って、制限構素1の認識配列でもないし、制限構素2の認識配列でもないよね。だって、まず、ここが1は C でしょでも、ここは G だよね。で、ここが G でしょだけど、ここが C だよね。だからこれすごく似てるけど、 制限構素1の認識配列でもないし、制限構素2の認識配列でもないんだね。だから、この出来上がった配列って、制限構素1でも2でも切断できないんだよね。では、ちょっとね、最後余計なこと話しちゃったけど、DNA が組み込まれる向きについての話でした。もう一回復習してみてください。